どうも皆さんこんにちは、レッドです。私は今までいろんな種類のポータブル電源をご紹介してきたんですけど、今回はなんとモンスター級のポータブル電源が我が家に届いていますので、そちらのご紹介になります。こちらエコフローのデルタプロ取扱説明書、電源コード類、あっあ、重たい、45キロ、45キロあるみたい。これが今回紹介するデルタプロのスペックです。今まで私の動画で紹介した中の最大出力は1300ワットだったんですけど、今回紹介するこのデルタプロ、なんと3000ワットの出力になっています。めちゃくちゃ出力が高いです。そして容量もめっちゃでかくて、発電機かなって思う内容になっております。あ、なるほどね。この下にこの取っ手がついてるので、これを伸ばせばキャリーバッグみたいな感じで移動できます。そしたら背面から見ていきます。背面のこの部分ですね。この部分をパカッと開けるとコンセントを挿す穴があります。ここが付属の AC アダプター、入力は 100V から 240V までで、マックス 15A になっています。そして隣がソーラーパネルの入力です。これも付属のコードがあるので、ここに差し込んで反対側をソーラーパネルに取り付けます。そして下の部分に追加バッテリーを差し込むための穴があるので、接続することによってこのデルタプロの容量を増やすことが可能です。続いて正面です。USB ポートが4つ、 C タイプが2つ、 AC ケーブルが4つで、見たことないんですけど、なんか 200V みたいな感じのコンセントがついていますね。そしてこの電源ボタンを長押しすると起動します。起動は早いですね。そして最後にこの横の部分です。パッカッ、背面側にあった出力のポートがあります。そして上、12V の出力、シガーソケット、まあ、この付属のケーブルがあるので、こんな感じで差し込んで何かあの必要な機器に出力するような感じかな。で、LANケーブルを挿す穴があるんですけど、説明書を見るとリモートコントロールポートってなっています。多分なんか遠隔操作ができるんでしょうね。そして今回使っていくこのデルタプロなんですけど、容量が大きくて最大出力がかなり高いので、我が家にある大型電動工具が動くのか、それをね試してみたいと思います。エントリーナンバー1、4ピストンコンプレッサーです。ピストンが4つついていて、エアーが溜まる量がめちゃくちゃ早いんですけど、まあ、その分ね消費電力が高いです。今までポータブル電源をいろいろ試したんですけど、これを動かすことはできませんでした。それではスタート。消費電力が1500ワット近くまで行ってたんですけど、余裕で動かせてました。これで場所を選ばずにどこでもエアーツールを使うことができます。めっちゃ便利。今ちなみにハロゲンヒーターを最大出力でね使っているんですけど、1045ワット消費していて、冷却ファンが回っているんですけど、冷却ファンの音がめちゃくちゃ静かです。ちなみにこの距離で音量測定をしたら54デシベルというね結果が出ました。続いて使っていくのがこちら、プラズマカッターです。簡単に説明をすると、金属を簡単にカットすることができる工具になります。そしてこのプラズマカッターは先端にね変換用のコンセントがついてるんですけど、この変換用のコンセントは取っちゃいます。このタイプのコンセントでも使うことができます。ドゥ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 、はーい。そしてこのプラズマカッターは100ボルトの電気だけでは使えなくて、コンプレッサーのねエアーが必要になります。コンプレッサーは起動させずに、先ほど蓄えたエアーを使ってプラズマカッターだけの電力で使ってみます。
もうプラズマカッターでこんなに連続的にカットしたのに全然電気が安定してました。こんな感じでほら複雑なカットもできてる。すっごい。次はコンプレッサーとプラズマカッターを同時に動かします。コンプレッサーのコンセントも追加。今映像をね見返してたんですけど、まあ、3200ワットぐらいまではなんか使えてたっぽいですね。まあ余裕を持って3000ワットってことなんでしょうね。そして最後に試してみたい電動工具がございます。溶接機です。こちらの溶接機は100ボルトで動かすことができるんですけど、まあ、溶接自体めちゃくちゃ電気を使います。まあ、実際にどれくらい電気をね消費するのかが全然分かっていないので、今回のデルタプロを使って消費電力を調べてみたいと思います。で出力は最大でやっておきます。あれ一発で落ちた。ちょっと電気が強すぎるので電気を落としてやってみます。溶接できますね。60% はいけます。80% もいけます。 90% 出力 90%。 90% はダメか。 80% でも使えてたんですけど、ちょっとなんかね 80% は安定感が少しなかったんですけど、溶接は全然使えます。これが今溶接した部分なんですけど、出力が 30%、 40%、 60%、 80%、 90% のスタートで停止で、 60% はね溶接がきれいにできているんですけど、 80% のところでちょっと電気が安定してない感じがするので、 70% までだったら使えるかなっていう感じです。いや、それでも溶接機がね使えるのはすごい。もう今回はね大型電動工具に使ったんですけど、一般家庭で使うようなもう家電だったら基本的に動かせないものはないと思います。で今回使用したこのデルタプロなんですけど、充電時間がなんと約3時間でねフル充電ができてしまいます。めちゃくちゃ早いです。そして最近はね大きな地震が多発していて、電気を使いたい時に使えないっていう場面があるので、まあこういったバッテリーがあると安心できます。今回ご紹介したものはかなり大型なものになるんですけど、他にもねいろいろ種類があるので、自分の目的に合わせて選んじゃってください。それではあなたの生活が楽しくなるようにレッツホームエンジョイ。そしてここでお得なキャンペーン内容がございます。エコフローペイペイモール店は5月14日から5月16日の1時59分までに5のつく日曜日キャンペーンが開催。最大 25% オフでエコフロー製品をゲットできます。詳細は概要欄に載せてますので、気になる方がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。